はい、本日はですね、さよならバルトルライトジャケットというテーマでやっていきたいなというふうに思います。ということで、以前からこのバルトルライトジャケット、僕は141でカスタムしたね、ジャケットありますよね。バルトロがカスタムされたカラーだけね、カスタムしてるやつあるんですけども、これをね、今年はもうなくなりますよって、以前からずっと言ってましたね。なくなるってなくなる詐欺を言うてたんやけども、じゃあどこになくなるんやっていう話をね、今からしていきたいなと思いますので、別に皆さんにとって有益な話では何でもないんやけども、あ、どこに行くんかなぐらいでね、見ていただければなと思います。っていうのもですね、これは別に去年、僕用に作ったんですよ。別になんかプレゼントするよとかじゃなくて、普通に僕用として作ったんやけども、よくね、洋服を送ってくださる方がいらっしゃるんですよ。その方の名前っていうのが、姫路の隊長っていう方なんですけどね、以前動画にもチラッと出てきてくれたことがあって、そこで初めて僕お会いしたんやけども、それまでね、お会いもしたことないのに、いっぱいいろんな服を送っていてくれてたんですよ。例えばこういうシュプリームのパーカーとかね、もうこれもパーカーですわ。それ以外にはね、こういう、ダウンジャケット、これヌプシの海外のダウンジャケットも、とかこれシュプノースの、ね、ダウンも送ってきてくれたりとか、もうその方はね、単純に僕は応援してるだけなんで、全然もう見返りとか何にもいりませんと、ただ動画とかで使ってくれたらいいですっていうことで、出会いは実はね、昨年の、ワークマンとノースウェイズのダウンジャケット比較っていう時に、黄色のね、ダウンジャケット貸してくれたんですよ。で、その時に、3人ぐらい貸してくれたんやけど、そのうちの1人の方でね、貸しますよって貸してくれて、ありがとうございますなんて言ってたりしたら、その時に発送先の住所、このオフィスをね、お伝えしてるわけじゃないですか。ほんなら、1ヶ月ぐらいした時に、服がこんな感じで届いてきたんですよ。でポツポツ服届いて、よかったら動画で使ってください、よかったら動画で使ってくださいって、全部新品ですよ。全部新品でタグ付いた状態で送っていってくれるんですよ。で、全部プレネで買ってくれとって、だから申し訳ないなと。で、どんな人なんやろうなって言ってね。その方自身も、奥さんいてはるんですよ。で、奥さんいてはるから、男性の方なんだけどね、今年60還暦って言ってたんだけど、今までそんなね、キャバ嬢に見つごおっさんの気持ち分からへんかったけども、なんか今となっては、キャバ嬢に見つごおっさんの気持ち分かりますなんて言って、僕にいろいろこう送ってきてくれとったんですよ。ほんならね、せめてありがとうございますで、では終わらんじゃないですか。じゃあって言って終わるわけにはいかんから、いや、せめてそういや去年僕10万で作ったこのバルトロのやつ10万でも返しきれてません。もうはっきり言ってもらってる額で言ったらこれだけじゃないんでね、まだまだいっぱいもらってるから、ほんまに50万とかもらってると思うんですけども、まあ何かお返しできひんかなっていうのはずっと考えてたんですよ。まあたまたま冬の時期になった時に、あ、それバルトロあるやんと思ってね、これ僕ほぼ来てないし、やけど僕の動画見てくださってる方がしたら、このバルトロイコールタクゾーっていうイメージめっちゃあるじゃないですか。やったらこれをプレゼントしてね、世界に一着しかないけども、それをプレゼントすることが多分喜んでくれることちゃうかっていうことで、この間お会いさせてもらった時に、実はこのバルトロどっか行くって言ってたでしょと、それ実は体調にあげるんですって目の前で言ったんですよ。ただ動画だけ撮らせてくださいと、動画だけ撮らせてくれたらあとはもうあげるんでって言ったらね、いいんですかって言われて、あ、全然いいですよって。その時に拓蔵さんと嫁さんのサインくださいって言われたんで、さっき嫁蔵にはサインを書かせました。見てください、こちら、よく見たらね、嫁蔵とひらがなで書いて、これは僕らしいですね。顔の長い僕が、髪の毛今ツンツン短いので、これ短い、感じで書いてくれます。ちなみに嫁蔵のサインっていつもこれなんですよ。ただ髪の毛生えてるバージョンは今回が初です。なんでって言ったら、僕は短髪になったからね。もうサイン書いちゃったら売れませんけどもね、それでもいいんかどうかわからんけども、サイン書いてほしいっていうお声いただいてましたんで、サインを書きました。で、今から僕もね、サイン書きたいなと思います。では背中にでっかく書いていきますね。もう価値がどんどん下がっていってるのがね、感じますけども、いいんでしょうか。申し訳ないような気はしますけども、こんな感じでサインを書かせていただきました。ちょっと薄いからわからんかな。こんな感じで、タクゾーってサイン入れてます。で、僕いつもサイン入れるときにね、メッセージも最近入れてるんですよ。そのメッセージも簡単に書かせてもらいますね。はい、ということでね、書かせていただきました。ますます売れへん。見てください。タクゾーってここにサイン書かせてもらって、ちょっと見にくいかもしれんけど、今日も楽しくってね、いつも書かせていただいております。で、ここに嫁蔵のサインということで、これを送らせていただきます。いや、基本僕プレゼント企画みたいなのもね、一切やるつもりないですよ。今後もね。で、まあ、まずプレゼント渡すんやったら、まず最初に、外注さんですね。僕の外注さんに渡してあげたいし、で、その後にもし渡すってなったとしたら、やっぱメンバーシップの人に、お渡ししたいなと思ってるんで、基本的にプレゼント企画っていうのは今後一切やるつもりないんですけども、まあ体調はちょっと、別というかね、ちょっとほんまに、こういう動画過去いっぱい撮ってきましたけども、誰のおかげで撮れたんって言ったら、体調でしかないんですよ。だからもう体調のおかげで撮れたから、あ、じゃあせめてこれはね、プレゼントで出していこうと。だからもし仮に今後、メルカリとかで、この拓蔵のサインが入ったやつがもし出展されてて、今日も楽しくなんてここに書いてたとしたらですよ、それは体調がとうとう僕のことを飽きて打った時です。その時にはこれがメルカリで出てると思いますけどもね。それパッて見てね、僕がたまたま見つけてね、2万とかで取引されたらもう泣くよ。2万とかで取引されてて、おいおいおい、俺10万で買ったやつで、隊長あの時俺のことファンや言うてんで渡したのに、もう今となってファンでも何でもないから2万で売ってやーってなったらちょっとショックなんですけどもね。まあそういったことでこれをもう発送したいなと思います。まあちょっと日付も変えておきましょうか。はい、とまあ書きました。どうですか、これを見て皆さん、あーあーって言ってるでしょ。せっかくのバルトロに拓蔵のサインと日にちと今日も楽しく
からって書いて嫁ゾーンサインまで入ってね、これ見てあーあーって皆さん言ってると思いますけどもね、まあ機内僕が持ってても仕方ないんで、これが対象の元に行って喜んでいただけるのがね一番幸せじゃないかなということで、今回はあのどこに行くんですかとバルトルどこに行くんですかって今まで聞いていただきましたけども、実は隊長のどこに行きますと、で今後プレゼント企画やらないんですかって言われたらプレゼント企画はやりません。まずはそれやったら外注さんにあげたいです。で外注さんが終わったら次はねメンバーシップの方がいらっしゃいますので、そういう方々にどんどんお礼していきたいなと思いますので、コメント欄で書かないでくださいね。じゃあカナダグース僕にくださいとかね、マウンテンダムは僕にくださいとか、ミスサウダムも僕欲しいですとかでいっぱい来てもね、僕もう一切スルーしますので、そんなことでよろしくお願いします。あのこれから皆さんにねこんなことしてくれっていうことじゃなくて、もう普通に見てくれたらいいんですよ。普通にもう見ていただけるだけで OK なんやけども、ある日突然このバルトルが、ね、なくなってたら、あれなんでタクゾーあのバルトルないんですかって絶対言われますので、これ証拠映像で撮っとかんと、あいつ手放したなとかね、あいつなんかしたなとかいろいろ言われますので、とりあえずこれが証拠映像になってれば、あそうなんや、そうやって手放したんやっていうことはね証明になりますので、特に別にプレゼントが欲しいとかっていうのは全くございません。普通に見ていただければ結構ということになってますので、本日はですねこちらバルトルライトジャケットを、プレゼントしてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。